ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。再生数が上がってとても嬉しいぜ。動画の最後に、歴史クイズを用意しているから最後まで見てくれだぜ。クイズの後は、コラボ動画を用意するぜ。10秒ほど宣伝できるので、希望者は連絡してくれだぜ。たった数本しか動画を出していないのに、反響がすごいわよね。小槌先生のお弟子さんが嘆いていたわよ。まあ、あちらの資料はとんでもないものが多いから、じわじわ伸びていくと思うな。みんなもぜひ行ってほしいぜ。うん、それで霊夢はまた忠臣蔵を見ているのか？何度見ても面白いわよね。12月でなくても、つい見ちゃうわ。ああそうだな、大石川が善で、吉良川が悪という構図ができていて、結末も完全懲悪だから、日本人には好まれるよな。でも、実際には浅野匠の髪のやらかしが原因なわけだから、過信はたまったものではないわよね。そうだよな、江戸城内の人情事件は7件あったわけで、その後の家臣たちはおそらく大変だっただろうな。ねえ、魔理沙思ったんだけど。どうした霊夢？このチャンネルで、江戸城内の人情事件を数件取り上げたけど少し引っかかることがあるの。確か、7件のうち助かったのは2件で、1件は吉良上野介で、もう1件は毛利諸成よね。ああ、そうだな、実行犯は浅野匠の神と水野忠常だったな。そこで一つ疑問があって、なぜ浅野が即日切腹で水野が窒居で済んだのかしら？それは、前も話した通り、水野が家康の母親の実家で、譜代である点が考慮された点が一つ。もう一つは、浅野事件が考慮された点と、被害者の毛利家が取りなしをしたという話がある。なるほどねー。そして、浅野匠の神が厳しい処分を受けた理由としてとある因縁があるんだ。何それすごく気になるわ。じゃあその因縁を今回紹介しようと思う。そりゃあ綱吉さんもブチギレだぜ。それはすごく楽しみね。皆さんいつも動画ご視聴感謝です。コメント欄に、ぜひ要望を書いてください。お願いします。それじゃあ皆さん。ゆっくり歴史を覚えていってね。ここはどこかしら？ここは増上寺だ。この寺は徳川家の菩提寺でとても大切な場所なんだ。なんと、徳川15代のうち、秀忠家の VS 家重家吉家茂木6人が葬られているぜ。それはとても大切な場所ね。徳川家綱は数え年で40歳で亡くなるが、彼の墓所は東叡山寛永寺だった。この時代も当然、暦上の吉凶で葬儀の日取りを決めたり風水で場所を考えていたようだ。最初は貝塚、日比谷にあった増上寺だが、徳川家康の時代に芝に移動され、芝の増上寺となったわけだ。ああ、なるほど。じゃあ寛永寺と増上寺はつながりがあるのね。そうだな、寛永寺を江戸の鬼門である上野に配した。そして、裏鬼門の、芝の抑えに増上寺を配したということだろうな。昔の人はいろいろ大変ねー。ああ、そして徳川家綱の時代より武断政治から文治政治へと移行し始める。具体例としては、松後養子の金の緩和や、巡視の禁止等がそれにあたる。松後養子の緩和？まあ、外様大名対策だな。初期の幕府では跡継ぎがいない場合だと無視改易が結構あった。しかし、その結果浪人が町にはびこる事態になった。かえって、治安が悪化してしまった。故小説の乱が起きたりしたわけだな。なのでその対策を講じたわけだ。そこで、少々手続きが甘かったり、ギリギリのタイミングでも軽視が認められたわけだ。先日紹介した熊本藩も、その緩和がなかったらお取り潰しになっていたわけだな。まあ、あれは本当に災難よね。その家綱が亡くなった際には、40人くらいの近親のうち、そのうち31人が剃髪したという。実は、家康の時には巡視者が出ていなかったのだが、秀忠の際には老中が巡視している。
それだけでなく、伊達政宗の死に至っては20人の殉死者を出しているというのだから驚きだ。うわぁ、これじゃあ今後まともな政治ができなさそうね。ああ、それだけでなくある意味幕府への体制秩序の破壊にもつながりかねない。だから禁止になったんだぜ。さてそんな、徳川家綱の法要がこの増上寺で行われたんだ。家綱は4代目だが、5代目はもちろん知っているよな。犬久保でおなじみの徳川綱吉よね。ああそうだ、家綱は綱吉の兄だが、家綱には男子がおらず、末弟の立林藩主の松平綱吉を養子に迎え入れたんだ。つまり、綱吉から見れば家綱は長兄であり養父でもあるわけだな。そんな人物の法要は、とても重要なはずだ。それは当然の話よね。さて、ここから今回の主人公の、内藤忠勝の話に入りたい。今回も例によって画像がないので、表示はこうだ。この内藤忠勝という人物は、島鳥羽藩の第三代藩主だ。明暦元年1655年に生まれた。そして兄が病弱という理由で、廃嫡になったので、家督を継ぐことになった。そんな彼が26歳の時、延宝8年1680年に徳川家綱の77日法要があった。それに際して、芝増上寺参詣口門の警備を命ぜられた。そして、それは、永井直長もそうであった。永井は、宮津藩の2代藩主で、幕府の命により舞踊として増上寺に赴いてたんだ。そして、この二人面識があって、かなり仲が悪かった。日々対立をしていたという。まあよくある話よね。それは、今回の件も例外でなく、永井は内藤に指示書を見せないといった嫌がらせをした。それを問いただすと、上座という立場をいいことに永井は、それを無視するという行動に出た。モラハラやパワハラはいつの時代にもあるのねー。この態度に激怒した内藤忠勝は、脇差しを抜いて、切りかかり逃げるな女長を捕らえ刺殺してしまった。ひえー、この時って家綱の法要が行われているのよね。かなりまずいんじゃないの？ああ、しかも徳川綱吉にとっては将軍になって間もないだろ。結構不安だったはずだぜ。そんな時に起きたんだ。どの程度の怒りだったかは不明だが、遠山頼直が内藤を拘束して、今忠康の元に預けられることになった。そして、事件から2ヶ月くらい後に、忠勝は西久保の春秋寺にて切腹を命じられ果てた。享年26歳。まあ、仕方がない結果だけど、この話と忠臣蔵に何の関係があるの？それはな、内藤忠勝には八という妹がいた。彼女は、ある家に嫁ぐんだ。ある家？そして、その家に嫁いだ彼女は子供を産んだ。それが、後の浅野拓海の神だったんだ。そこに繋がるだなんて、目から鱗ね、お姉さんの子供だから、忠勝の甥になるのね。ああ、おじさんが増上寺人情事件を起こして、その21年後に、老いが松の廊下人情事件を起こした。そしてその時の将軍は、またも徳川綱吉だ。激怒して当然だよな。お前はおじさんの件で反省していないのか、しかもこんな重要な局面でやりやがって。だから、切腹の中でも特に厳しい、即日切腹になったんだと思うが、霊夢はどう思う？まあまあ、綱吉さんでなくても怒るわよね。とても納得したわ。以上が、内藤忠勝の増上寺人情事件だがどうだった？一つ疑問なんだけど、そもそもこの二人はなぜ仲が悪かったの？ああ、それは内藤家と永井家の江戸屋敷が隣り合っていたそうだ。なので、様々なトラブルがあったという。今の日本を見てもらえればわかるが、遠い国とは揉めないが、近所の国では領土問題が起きてるだろ？やはり、近所付き合いのトラブルって大変よね。それで、殺された永井直長はどうなったの？ああ、彼が死んだ後は原因を考慮されて、海域となった。
要は喧嘩両成敗ということだな。まあ、仕方がないわねー。まあ、後に弟の長井直光が1万石を与えられ、大和新城藩主として亀井の復興を許されたんだけどな。収まるところに収まったということかしらね。まあ今回は喧嘩両成敗になったが、次はそうならなかったので、後の忠臣蔵に関わっていくと考えると歴史は面白いよな。そうよねー。これは余談だが、忠勝も匠の神も感触持ちだったそうだ。なので、内藤家は精神病の家系と指摘する人もいるそうだ。もちろん確証はないので、あくまで説の一つと捉えるべきだろうな。ただ、内藤忠勝のいとこ稲葉正康は江戸城で大老を殺害している。ストレスがある職場だったのかもな。まあ、私はやりたくないわね。みんなは、どう思う？様々な意見が聞きたいぜ。私も聞きたい聞きたい。そんなわけで、俺の話は終わりだが、霊夢、今日もクイズをするんだろ？そうねー、今日は何をしようかしら？いずれは、ジャンルを統一させたいと思うのだけど、みんなはどう思う？さてクイズを出題します。土壇場に追い込まれるという言葉があります。これはある場所を指していますが、何でしょうか？下の4つからお選びください。今回はヒントはあるのか？私は怖がりなので、近寄りたくないです。どっちだろうな？答えと解説は、ニコニコ動画はいいねボタンに。YouTube は、コメント欄に書いておきます。ニコニコ動画は文字数が少ないので、細かい解説が知りたい人は YouTube までぜひ来てください。クイズの要望がありましたら、コメント欄にお願いします。毎回ご視聴誠に感謝です。余裕ができましたら、週数回投稿するかもしれません。それは、皆様の応援次第です。コラボ動画の募集も行っています。歴史関係者はぜひご一報ください。みんなの応援があってこその、当チャンネルだぜ。そうよね。それでは皆様、ありがとうございました。ほんで、大方まあ、法要が終わって、もうあと、まあ、片付けするぐらいの感じになった時に、大体そういう時に、